皆さんこんこにちは人生100年時代元祖ポーーートフォリオワーカーの学ぶ方です今、日本は4連休ですね。この4連休に皆さんはちょっとご自身のこれからの人生またキャリアについて考えてほしいと思います。今、こちらに今年春に小学館から出していただいたポートフォリオワーカーなんですが私の生き方は元もこのもこの 本そのものなんですねあ、けいこさんこんにちはいいねマークありがとうございますっていうのも今の突然のコロナ禍で多くの皆さんが急に収入が止まったりまたは収入が減った残業手当がなくなったそういったことでえ経済的な困難また途方に暮れている方がいらっしゃると思いますそういった皆さんにぜひお伝えしたいことは大丈夫ということですね ピンンチチはチャンス、今ぜひこの機会を皆さんの人生の V 字回復、ステップアッププアに変えてください。なぜこういったことが言えるかというと私自身が25歳に介護離職そして介護貧乏に転落したんですね。ですけれどもあることを悟ったおかげで私は5年未満に資産1億円を持つ資産家また 富裕層に入ったわけなんですですから今振り返るとあの時のあの介護貧乏っていう人生最大のピンチがあったからこそ必要に駆られて人生が変わったキャリアが変わったですから今皆さんが困っている実はねこれはもし宇宙からのメッセージがあるとすれば神様や天からのメッセージがあるとすればこれは 皆さんんの人生が変わるるべき時時にに来来たたステッッッププアをすすいうメッセージなんです私たち人間はとっても思い込みが激しくって頑固で口で言うほど変化に対応できないんですね。ですけれども本当は今の皆さんの今のキャリア今の人生以上の能力や才能可能性があるわけなんです。 でそれに気づいてほしいがために今このような世界中のコロナウイルスパンデミックという一つのきっかけを与えられたわけです。ですからこのまま何もしないで現状維持をすると多くの人は沈んでしまいます。ですけれどもここに気が付いて何か新しいことをする方向転換をするキャリアチェンジをするそうすることによって あなたの人生が大きく変わるわけです私がそうだったんです私はもともと医療系の人間です日本にリハビリという日本語がなかった時代にアメリカに行ってリハビリ医学を日本に持ってこようというものすごく偉大なるミッションを持っていたわけなんですねそれは子供の時に生まれつき足シニ不自由だったその度に最初の1年間 大阪の厚生年金病病院小児科病棟で私は入院してたわけですですからそういった過去を今感じないぐらい私はごたえ満足に育ったんですね病気も感知したですから子どもの時から親に言われました大きくなったら皆さんに恩返ししなさい社会に恩返ししなさいそういった意味で自分自身が障害を持って生まれていたので私は障害者福祉 またその医療特に日本ではリハビリっていう言葉がなかった時にアメリカのリハビリを日本にもっとこようというそういうものすごい思い込みとミッションがあったんですねところがあ中村さんこんにちはいつも中村さんありがとうございますたいちゃんもこんにちは先ほどはオンラインセミナー参加してくださってありがとうございます。 えまあ、そういった意味で私はアメリカに行ってアメリカの大学院まで行ってリハビリまた今皆さんがコ,ラコロナウイルスで困っていらっしゃるんですが感染管理など私は専門家なんですよそして医療行政も専門家なんですね病院経営ところがさっき言ったように実家の父が急に病気になって介護離職介護貧乏になりました。でそこから私の人生 大逆転半沢直樹じゃないですけど10倍返しの人生が始まったんですね、まあ、どんなことかっていうと当時、まあ、アメリカの病院に勤務していたんですがその後介護貧乏になって収入ゼロになりましたけれども多分1年後にはメルセデス・ベンツを運転するぐらいになってそして、うん、当時の時の月収が今の日当。 とかになるぐらいもう私の人生がどん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 変わっていったんですねで、その一つは今皆さんにも言ってるように今皆さんが困っているのはすべてその宇宙なり天なり神様なり仏様なりあなたが信仰するものでいいんですが天からのメッセージあなたは変わりなさいということですあなたはその場所にいちゃいけないというメッセージなんですね それで、まあ、話が変わりますけどじゃあ私はどうなったかっていうと病院勤め日本にリハビリ医学を教えるために大学教授になると思ってた私が介護貧乏になって信じられますかビジネスと投資の世界に入らざるを得なかったんですね。ただ私の良かったところは抵抗しないんですよ。まあ、時の流れに身を任せっていうか、まあ、来るもの拒まずあそういうことなんだなとこう抵抗せずに 何でもチャンスの扉があれば入っていったわけです先入観なしに抵抗なしにでその結果自分が気づかなかった才能自分の 己を知るっていうことができたわけです。すなわち学生の時まではお金なんてなんか汚いとかお金のことを話すなんてとかお金儲けするまあ、特にあのビジネススクール MBA って私理系の人間ですからビジネススクールって頭の悪い人が行くと思ってたんですねやっぱりね私たち理系の人間ってこうもう数学とか 科学とかを勉強するわけで、ああいうビジネススクールとかなんか心理学とかあまりにもソフトすぎて、なんか誰でも勉強できることだと思ってたわけなんですよ。だけどそういう先入観を捨てて、とりあえずビジネスの世界に入ったらこれが面白かったんですね。例えばあの商社マンとか銀行とかこの金融とか商社とかってもうグローバルな世界なんですね。これが面白い。そしてまた。 あの私は英文化の人間じゃなくてこれまた私の先入観ですね。英語の通訳とか同時通訳って英文化の方だと思ってたんですね。ところが 大学教授からあグレースちょっと日本から日本のお医者様がいらっしゃるからアメリカの学会に来るらしいから英語を通訳してあげてとかって言われて私が「いや通訳って英文化で私はあの理系の人間でそんな通訳できません」とかって言ったんだけども「いや大丈夫大丈夫皆さんあの言葉は分かるからただあの英語を日本語に訳してあげるだけで専門用語はそのままでいいから」みたいなこと言われて学会の通訳したら。 これがやめられなかったんですね。なんかまるでよく言いますよね。古事記と坊主は3日するとやめられないとか言うんですが、通訳も3日するとやめられない。あ、こんな世界があったんだ。ね。やっぱり皆さん、今皆さんが何かコロナで困ってるとき、思い込み捨ててください。オープンマインドになって、なんか何でもオファーがあったら、例えばあなたが今ある。 会社とかなんかに行って残業手当がなくなったり会社が潰れそうとかってでこの横から他のオファーが来た時には先入観持たずに一度飛び込んでください私もビジネスの世界それから投資の世界とかものすごく先入観持ってたんですね本当にビジネスで頭の悪い人が行くビジネススクールだとか思ってたんですけどはい たら面白いんですよ。で、自分がこんなに投資とかが大好きになるなんて思ってもなかった。それでこの同時通訳もなんですけど、さっき言ったように通訳って英文化の人がなると思ってたら違うんですね。あの、ちょっとここにもあのメッセージ書きましたけど、通訳のランクって abc ってあるんですよ。で c ランクっていうのは？ とにかく英語と日本語の通訳ができるこれは C ランクなんです。まもしあなたがあのフランス語の通訳だったらフランス語と英語ができるっていうのはあごめんなさいフランス語と日本語ができるこれ C ランクなんです。できて当たり前っていうか C なんですね。それでじゃあ B ランクは初めて同時通訳ができる人は B ランクなんですよ。で私のようにあの専門分野を持っている同時通訳例えば私の場合は医学 医学なんですね。そうすると、これ、A ランクの同時通訳になるんですね。でどうなるかというと、まあ、私は三十歳で、この同時通訳として一人立ちしたんですけど、あの時代で同時通訳。A ランクであれば、年収一千万円になったんですね。でも、これは私の専門分野、医療分野でも年収一千万円。なので、私の場合は、もともとの本業、医療分野。それから、このポット入った。えー 同時通訳の分野それからまあ投資してますけど私どの分野に行っても年収1,000万円になっちゃうんですけれどもだからそういうことで皆さんここにいたいのは一番。 コロナだからその今の本業が苦しいとか収入が減った減給になった収入が減ったそれとかもう解雇されたとかこれマイナスに取らないってほしいんですこれはあなたがプラスになるあなたの人生ステップアップする半澤直樹のように10倍返しになる一つのチャンスなんだっていうことをそれからそのオファーを受けた仕事私のように同時通訳の仕事オファーを受けて「え私英文家じゃないから」なんてダメなんですよ。 まず先入観を捨てて思い込みを捨ててとりあえずやってみてみください私もまあしぶしぶ教授に言われてまあ学会の通訳みたいに言ったらこれが面白かったそれでも,もちろん日当もいいしあの、ね、10万20万円なんてポンともらえるわけですし本当に。 面白いんですよなぜかっていうとそのさっき言った A, A ランクの同時通訳とかになっちゃうと私しかできない仕事っていうのがすごくあの知的人間ののの私私にには私しかででききなないい仕事っていうのがもすすごく生き甲斐になるんですねこう誰でもできる仕事みんなが同じようにベアアップとか同じ給料だと私は腐ってしまってダメなんですけれどもなんかそこの組織のがんになっちゃうんですけど私しかできないそれで私の能力とか才能を買って下さい さってそれ相当の報酬があるっていうのはめちゃくちゃ私輝くっていうことを自分もそれが知らなかった。 ででこのまあ同時通訳とか英語の勉強法はこちら今アマゾンでまだ売ってるんですけど私が1回本を書いてた、まあ、10年ぐらい前の時の本なんですねでこちらその成功者ってありますけど結局まあ年収1,000万円以上の人の仕事に対する働き方とかマインドセットそか今のビジネスパーソンには欠かせない英語の勉強法が書いてます。こここにもまあ私のの本業が同同時時通通訳訳とということで同時通訳者の 勉強方法を書いてるんですね何かっていうとう一つ,つはシャドーイングすなわち、まあ、この例えば皆さんがお家で英語の何かドラマを見てるとか,なんかツインピークスとかドラマを見てるとかもしくは CNN ニュース BCC のニュースとかを聞いてるとそれをシャドーイングっていうのは一息遅れてバーッと同じように言うんですよ。 やっぱりねあの報道番組はちょっと早口なのでできればちょっとこうインタビュー形式のものとかなんかディスカバーチャンネルとかヒストリーチャンネルとかまたはあの皆さんのお好きなアメリカのドラマですよねサスペンスとかあと映画とかそういうものを一呼吸遅れて同じよううに言うんですそれをシャドーイングって言うんですがこれをすると実はこれね頭の。 脳科学的になんですけど脳の,あの交通整理なんですねすなわち、まあ、その片方の脳で日本語が入ってくるんですよで片方の脳でそれを英語にしゃべるんですね聞く日本語しゃべる出てくるのが英語みたいなこれをシャドーイングでこれは同時通訳者の基礎脳,脳みその筋トレなんです。同時通訳っていうのは脳みそが 条件反射でちょうど運動神経のような脳の条件反射をやってるんですね英語で聞いたものが日本語に出てくるまたは日本語で聞いたものが英語にそのまま半歩遅れて出てくるんですねでそのための練習がこの「シャドーイング」っていうのをここに書いてるんですけどでその次にやるのがサイトラっていうんですこれサイトラっていうのはサイトトランスレーション現場での トランンスレーション何かっていうとあの実は皆さんねああいう CNN ニュースとかで同時通訳あれ実はね半分やらせなんですよ。全くのぶっつけ本番じゃなくてやっぱり CNN ニュースとか報道番組っていうのは日本でもそうですけどあの日本語の日本のニュース番組でも必ずこのキャスターっていう方はなんかこう髪をシャカシャカやってますよね。あのアメリカののの場合もこのプロンプターっていうががあるんですが日本とかこうシャカシャカ キャスターの方ががやってるる原稿があるんですよですから例えばそういう CNN ニュースとかを日本語で同時通訳でお伝えしますって時はその英語のシャカシャカやっていた原稿がちゃんと日本のところとかに来るんですよ。ですからそれをもらってどうするかっていうとさーっと目を通してその英文を目を通してこう。 斜めのマークスラッシュマークをぴょ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 っと赤ペンとかでで入れていくんですねそうすることによって例えば日本語と英語と言葉の順序が違いますでしょ日本語だったら「私はあなたを愛してる」だけど英語だったら「I love you 私は愛してるあなたを」ってなりますからその「私」主語それから術「あの術語」 そしてその他の形容詞とか目的語とかっていうそこでね大きく分けとくんですそうすると何々の私例えば何々企業の私がこれが一つの主語になりますよ、ね、だからそこで一つちょんとスラッシュを入れてそしてこの度こういうことをおしまいした、まあ、これが述語になるというかそこはまたそこで貯金とやってで例えばその数字が出てきた場合弊社は1 9千九百 80年創業そうすると1980年とかっていうのはやっぱりミスしてはいけませんからこう丸をするとかあの今年度の今期の売り上げがいくらそうそこの売り上げの数とか従業員数その数は間違っちゃいけないわけなのでそこ特に日本語と英語の通訳で一番困るのは数字なんですよ。まあ、ご存知のように日本語っていうのはあの1万単位でこういきますよね。1万億 かなんかね、ところが英語の場合は2桁ずつなんですよ1,000の単位だから1,0001コンマ1,000があって。 あの必ず一ミリオンっていうと、日本語で言うと百万なんですね。だから、こういう数字とかが出てくると、本当にぐちゃぐちゃぐちゃってなって、それも同時通訳でも瞬間芸ですから。ですから、なんか数字、例えば十万とかってあったら、丸して、もう私は日本語で十万とかって書いておくんですね。そうじゃないと、ハンドレーザーオンって言われて、十万ってプッと出てくれば、まあ私は数字に。 これでも強いのででで数字がが、大体出てくるんですがでもやっぱり同時通訳ってもう常に頭がパニックモードになってやっていますのでああいうところは丸をするそれから一番そのいつも今このシリーズで英語の皆さんの上達法のお話ししてるんですが一番同時通訳でも上達できるのは楽しむっていうことなんですね楽しむ。 でこの日々例えばプロ野球選手でもあのバッターの方は素振り何千回とかあのゴルフの方はパターを毎日1,000回なんかタイガー・ウッズは毎日あのゴルフのパターとかドライビングレンジでやっぱり1,000個。 毎日ドライビングレンジで訳す練習してたとか。やっぱそういう感じで年収1000万円以上。例えば同時通訳者でもやっぱりレス練習はあるんですよ。これは脳の筋トレですから、脳みそを筋トレしなきゃいけない。で、私は何をしているかというと、根底には楽しむっていうことがあるんですね。で、まあ、あの、幸か不幸か、私は国際結婚なんですね。そして、私の夫は大の。 新日日ななんんでですすもう日本が大好きなんですねそれで我が家はもう新婚の時から何をやってるかっていうとあの今はちょっとコロナ禍でお店閉まってますけどずっと当時はビデオテープなんか BHS ですね今は DVD なんですけど日本のテレビ番組をアメリカで このレンタルできるそういうい日本の業者さんんがあるんですね日本のテレビ番組をレンタルそれで今はちょうど3月からカリフォルニアは外出禁止になっているので今ちょうどこの間の日曜日から日本では「半沢直樹」シリーズが始まってうちはまだ見れない本当にこのコロナなんとかしてっていう感じなんですけどでもそれまではうちの主人はアメリカ在住っていうか海外在住日本人よりも 日本のテレビ番組とかが知ってるんですよもう本当にこの昔のなんか「プロジェクト X」とか今でいう「カンブリア宮殿」とかもう私の好きなああいうビジネス系の番組ですね「カンブリア宮殿」えー、となんだっけ「ガイアの夜明け」「イターの NHK スペシャル」とかであるドラマ系ですねまあおシーンはちょっと古いんですけどあそれでもまあ「東京ラブストーリー」とか踊る 大操作戦私織田裕二の大ファンなのでなんかああいうものとかの夫も見てるな何をするかっていうとあのテレビをつけて私が主人に日本語から英語にどん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 同時通訳してるんですよだから本当にこれは同時通訳者になろうと、まあ、なろろううとと思ったんですかねあのそれであ練習しなきゃいけないシャドーイングしなきゃいけないんだと思って結局は夫と一緒に日本のテレビドラマを見ながら。 私が一生懸命それを日本語から英語に同時通訳をしている。そうすると 夫もこれ一石二鳥なんですね私の同時通訳としてのスキルアップ練習もできるしそして夫は夫で日本のドラマを見ることによって日本の文化その日本人の考え方ですねこういう時日本人は恥ずかしがってこうガツンと言わないとかねああいうことを夫はよく分かるわけです。それからもももちちろんあの私たち夫婦はサススペンスもののの大好きなのでやっぱりあの 相棒シリーズとかも大好きですしなんか金田一さんの「横溝静止」シリーズとかああいうのも一緒に見てるので本当にうちの夫はあの変に海外に住んでる日本人とかもちろんアメリカ生まれアメリカ育ちの日系人よりはずっと日本のことも知ってるし今コロナになる前は年に12回はいつも私と一緒に日本に来るぐらい日本通日本びいきなんですね。まあ、そういった意味で今日ここに あの書きましたけれども同時通訳者の勉強方法は2つですサイイトラとシャドーイングそして根底にはこの同時通訳者 A ランク B ランク C ランクってあって私のように専門分野を持っている私の場合医学系なんですけどその専門分野を持っている A ランクの同時通訳になるとやっぱり女性でも年収1,000万円。 軽々行くわけですですからもしあなたが英語が好きでとかまあ、語学が好きでフランス語でも何でもそしたらその A ランクの同時通訳まで一度チャレンジしてみませんかそして通訳がいいのはこれフリーランス基本はフリーランスなので 自分の時間自分の好きな時にまた好きなクライアントを選んでできるっていうそれこそポーーートフォリオワーカーなんですねで私はもともと医学から始めましたけどやっぱり口コミであの一般の企業またあとあとの得意分野は金融なんですけど数字に強いのでそうするとあの日本の皆さんが本当に誰でも知っているアメリカの 国際企業、特に日本人の大好きなある企業とかは、もうそこの会長さんから現場の人まで全部そういう企業の通訳会議もするわけです。それでね、最後に一つちょっとジョークさせてくださいね。ここに書いたんですけど、英語力を上達するためには単に 英語語のボキャビラリー語彙力を上げるとかはダメなんですよ基本的にそこの文化文化を知る必要がある。ということでここにもちょっと書きましたけど一つ「直訳できない英語」について。 あのエピソードをお話ししたい,と思います私が、まあ、これ本当にある日本のやはり一部上場企業の社長私の場合はやっぱりもともと社長秘書もやってたことがあるのでそういう役員の方 VIPVIP VIP の,の通訳をあのアテンドをつくんですね。日本から 社長や会長がいらっしゃるとか、まあ、日本のちょっと大臣クラスの方がいらっしゃるとかっていうと私がお供をついてるんですけどもでその時にある日本の企業がアメリカにあれ工場かなんかを作ったんですねあのオフィスか支社か何かねそこにわざわざあのまあオープニングセレモニーで日本から社長がいらしてで、まあ、社長のスピーチを私がずっと英語に通訳してたわけです。 で一番最後に社長が「では皆さんよろしくお願いします」と言って最後に「ワンプリーズ」っておっしゃったんですよ。ワンプリーズ。で私はその時目が点になっちゃって「ワンプリーズ」の意味「ワンプリーズ」って「ワンプリーズ」。これ に英語ですよねだからどうやって訳すのかちょっと困ったのでそこはもう無視して「ワンプリーズ」訳さなかったんですねでとりあえず「皆さんよろしくお願いします」とかそういううまくまとめてその場を切り抜けたんですよ。で社長今のスピーチの最後にあった「ワンプリーズ」って何ですかって社長に聞いたんですよ。 そうすするるとと社長が何と答えたかわかかいますかもし分かる方あったら書いてください実はね社長はこう言ったんですあ,あグレースさん僕ねせっかくのアメリカ支社オープンだから最後ぐらいは自分でちょっと英語しゃべりたいと思ってご挨拶したんだよとおっしゃるんですねあ,あそうですかそれでで社長「そのワンプリーズ」ってどういう意味ですかって伺ったら社長が「 一つよろしくだよとおっしゃるんですよ一つよろしくこれをワンプリーズとおっしゃったね。ここなんですだから英語っていうのは直訳できないんですワン一つよろしくだからワンプリーズやっぱりダメなんですねそれはそれで英語なりのえ通じる英語の言い方とかがあるんですよく皆さんが国際線の飛行機に乗るとこのねスチュワーデスさんまあ、スチュワーデスはちょっと昔ですねあの CA CA の方がこうあの日本語を言ってその後あのメモを見ながら英語で言うで最後に「サンキュー」って言いますね「サンキュー」あれを皆さん「サンキュー」って言ったからって言って「ありがとうございます」って訳したらおかしいでしょ機内アナウンスで最後に「サンキュー」だから「ありがとうございます」って国内線しか乗らない方が聞いてもおかしいと思いません国内線でああいう CA の方がアナウンスをする時 なんて言うんですかね。多分、ご協力よろしくお願いしますだと思うんですね。だから、このように機内で ca の方が言うときのサンキューは、まあ、ご協力よろしくお願いします。あと、ca という、これも多分日本語的な造語なんですよ。あの、私の場合はずっとアメリカなので、アメリカ英語しかわかりません。あの、イギリス英語はちょっとわからないんですが、アメリカ英語では、C。CA 客室乗務員のこと、CA、と呼ばないんですねアメリカ英語はリッチェンこんにちは、ね、あのニューヨーク在住のリッチェンもご存知ですけどアメリカ英語では客室乗務員のこと CA と呼ばないんですよねキャビンアテンダントじゃなくてフライトアテンダントフライトアテンダントって言うんですね。でそれをあえて、FA、とは訳さない だからまあそういう感じで皆さん日本って日本語があふれていて CA とか皆さんこれ英語だと思ってらっしゃるんですがまあアメリカ人に対して CA とかキャビンアテンダントと言っても多分通じないかもしれない、まあ、そういった同じ意味でアナウンスの最後に「サンキュー」っていうのが「ありがとう」って訳すとおかしくってこれはよろしくお願いします。でさっきの私の私 あのエピソードで日本の社長がワンプリーズって言った時にこれが決して一つよろしくじゃないということですはい今日は以上ですですから今ねこうやってあのコロナウイルスで皆さんいろいろキャリアとか不安を感じているとか途方に暮れている方これはもしくするとあなたはそんなところにいちゃいけないという意味かもしれません私の場合もそうでした私が介護貧乏になった時 まあ天からのメッセージというか私はああやって病院勤めをしてそして将来日本に戻ってきて日本の大学で教える器じゃなかったと思うんですね今振り返るとそんなことやっていたらきっと人生楽しく感じてなかっただからやっぱりあの時に 介護離職介護を貧乏させてもらってこのポートフォリオワーカー自分が偏見を持っていたビジネスの世界投資の世界そして一応本業はあの医学専門 A クラスの同時通訳なんですが同時通訳も英文化じゃないといけないとかって思い込んでいたんですがこうやって医学分野で大学院まで行った私が同時通訳になったらもうずっと年収1,000万円以上。 のあのキャリアウーマンになっているわけですからどうぞどうぞ皆さん決してネガティブに取らずに今この4連休このコロナ禍で世界は変わりますもうコロナが収束しても前の時代前の社会には戻りませんもう前進あるのみですからどうぞこの4連休を使ってあなたは何をしたいのか もしかして思いあなたが変な偏見と思い込みを持っていて本当はやってみなきゃわからないあなたの才能あなたの適色っていうのはやってみないとわからないんですですからどうぞこの4日間思い込みを捨ててまずはこの本読んでみてくださいこの本には具体的なワークも書いてありますこのワークをすることによってもしかするとあなたはご自身の知らなかった 才能や知らなかった自分と巡り合うかもしれませんはい今日は以上ですどうも皆さんありがとうございますりーちゃんどうもありがとうございました今日のオンラインセミナー参加してくれてありがとうじゃあまた皆さんご機嫌ようさよなら